こんにちは。歴ショックです。今回は、鎌倉時代から室町、戦国時代にかけて、日本の歴史を動かした人物を多数輩出した、藤原信孝の子孫のその後について紹介します。信孝の子孫は、摂関政治から院政へと時代が移り変わる中で、院の近臣として絶大な力を手にし、信孝が生涯受領階級で終わった一方、子孫は公卿の地位が定位置になり、大納言まで上ることも珍しくなくなります。源平合戦の頃の当主、吉田恒房は、源頼朝の挙兵をアシストし、鎌倉幕府成立になくてはならない存在となったほか、南北朝時代には吉田貞房が、後醍醐天皇の重臣として内大臣に昇進するなど、時代の転換点で中心的な役割を果たし続けました。戦国時代には、一族から今川氏に嫁ぐ受刑女が出て、女大名として今川氏を切り盛りしたほか、天皇に娘を受胎させ、後奈良天皇から後陽成天皇まで、三代続けて信孝の子孫を母に持つ天皇が即位し、現代の皇室にも信孝の血筋はかなり濃厚に伝わることとなりました。今回は、時代の転換点で常に主役となり、しばしば道長の子孫さえ凌駕するほどの影響力を持った、藤原信孝の子孫のその後について紹介します。摂関政治が衰退する中、院政の中心人物として活躍する。院政期の信孝の子孫。藤原信孝には、娘を一人出産した紫式部以外にも、はっきりしているだけで三人は男子を産んだ妻がおり、信孝の血筋を後世に伝えていきました。その中でも目立った官職に就いたのが、高光と高助の二人です。この二人のうち、弟の高助の方が、母親が中納言藤原の朝平の娘で、出自が高かったため、信孝もこの高助を重視していたと見られます。実際、10歳以上年上の高光が地方官止まりだった一方で、高助は、太政官にこそ名を連ねることはなかったものの、長年の地方官歴任を経て、晩年には従三位まで上っています。しかし、子孫が繁栄したのは、枕草子にて、父と共に奇抜な服装をして金峰戦詣をしたことが記される、高光の方でした。高光自身は、各国の国司を歴任したものの、最終官位は正真の下であり、正後猪毛で亡くなった父を超えたものの、受領階級を脱することはできませんでした。しかし、高光の孫、為房の時代に流れが変わります。信孝も、詳細な日記を記すほどの優秀な実務官僚だったように、信孝の家系は、代々事務処理能力の高さを継承し、実務官僚として活躍したほか、摂関家の慶子、白河法皇の院の別当など、権力者に私的に仕えています。しかし、信孝の死から一世紀が経ったこの時代は、白河法皇が藤原摂関家の影響力を脱し、院政を推し進めるという時代の転換期に当たっていました。為房は、四天の君、白河法皇の信頼を得て出世を遂げ、院の近臣と呼ばれる存在となり、1111年にはついに三位に上って、太政官に列し、長らく受領階級に留まっていた家から公卿が出たと、当時の人々からも驚かれています。為房のこのうち、4人が公卿となっており、信孝の家系は、摂関政治から院政へと時代が移り変わっていく中で波にうまく乗り、ひ孫の代をもって、公卿を輩出する家としての地位を確立するに至ったのです。為房の次男、昭孝は、妻が白河法皇の孫、鳥羽天皇の乳母になっていたこともあり、兄の為孝に先んじて公卿に達し、白河法皇に重く用いられ、白河法皇に何か奏上する際は、昭孝を通す例が増えていきます。関白、藤原忠真が、白河法皇の怒りを買い、関白職の中核である内乱の権限を停止されると、昭孝の権勢はますます強まり、忠真が関白を辞任した後は、後継関白の人選にも介入するほどでした。その権勢から、夜の関白とあだ名されるほどで、最終職は権中納言と摂関には遠く及ばなかったものの、ある意味、信孝の子孫が道長の子孫を上回ったと言ってもいい状況でした。信孝の家系は、この昭孝が、兄の為孝を差し置いて嫡流となっており、子孫は羽黒家として、その後の政治にも深く関わりながら、明治時代まで大納言相当の家として続いていきます。一方、弟の風下に置かれていた為孝でしたが、
孫の吉田恒房が源頼朝や北条時政といった鎌倉幕府の勢力と早くから深いつながりを持っており、貴族から武士へと時代の担い手が変わっていく中で、ますます存在感を高めていくこととなるのです。信孝の子孫のおかげで頼朝は鎌倉幕府を開くことができた。鎌倉南北朝時代の信孝の子孫、信孝から数えて6代後の吉田恒房は、父の光房が公領に上れなかったものの、院の近親一族として恵まれた立場にはあり、兄の死により代わりとしてわずか9歳で現地に赴かない用人ながら伊豆の神に就任しています。伊豆の神時代に当時10代中盤だった恒房が10代後半の在庁官人北条時政が目代に罰せられて捕まった際に、詳細は不明ながら時政を感心させる対応を取ったという記述があり、他にも恒房と時政の関わりを示す記述が存在していることから、恒房は若くして時政と面識があったと考えられています。また、恒房は、早くから後白河法皇に院の近親として仕えており、その順母である城西門院宗子内親王にも仕えていましたが、直属の部下だったのが、伊豆入る前の若き日の源頼朝でした。この二つのつながりは、若き日の交流から約20年後、頼朝が平家打倒の挙兵をした際に発揮されます。頼朝は挙兵後、石橋江間の戦いで平家方に敗れ、海路安房に逃れますが、この阿波の国は恒房の治行国でした。この20年の間に恒房も後白河法皇の重臣となっており、確たる証拠はないものの、打倒平家を目指した後白河法皇が恒房を通じて頼朝と接触し、頼朝も石橋江間の戦い以前から阿波に渡海する計画だったとされ、恒房もこれを認めていたとされています。そして、頼朝は阿波で、恒房の息のかかった武士たちの支援を受けて、体制を立て直し、鎌倉を本拠に一大勢力を築き、朝廷とも関わるようになりますが、この時、朝廷側の窓口を務めたのが恒房でした。恒房は、後白河法皇と頼朝の関係が微妙になる中でも、両者の橋渡し役を担い、頼朝による守護地頭設置、義経追悼の院前発布といった数々の要求を後白河法皇に取り次ぎ、後に関東申し継ぎと呼ばれる連絡役の原型となっています。道長の直系子孫である摂関を務めた九条兼実も、頼朝や後白河法皇に関することについては恒房の手を借りなければ始まらないほどで、武士の時代においても信孝の子孫は道長の子孫に匹敵する地位を得ていたと言えます。しかし、頼朝の死の翌年に、恒房は権大納言を最終官職に亡くなってしまい、子孫は、幕府と朝廷の橋渡し役という、恒房のような大きな力は維持できませんでした。一方、嫡流筋の羽室家では、一族の権中納言、羽室光親が、承久の乱にて後鳥羽上皇方の中心となり、北条義時追悼の院宣を書いたことなどが原因で、戦後、鎌倉へ護送中に斬首されるという出来事も起きています。吉田家からは、鎌倉時代末期に、吉田恒房から5代後の吉田定房が、後醍醐天皇の重臣として出てきています。定房は、祖父の代に分かれた、同じく信孝の子孫である真出の皇子信房、北畠顕家の父の北畠親房と並んで、後の参謀と称され、後醍醐天皇の父である後宇田天皇の時から信任を受けていました。定房と並ぶ信孝の10代後の子孫である真出の皇子信房は、後醍醐天皇最初の倒幕計画庄中の変の際に鎌倉幕府への弁明の使者を務め、後醍醐天皇の無罪を勝ち取るといった活躍を見せています。一方の定房は、後醍醐天皇2度目の倒幕計画元寇の乱の際に挙兵に反対し、事前に幕府に密告しており、幕府の取り調べが進む中、後醍醐天皇は笠木山で挙兵し、捕らえられ沖へ流されました。しかし、定房の行動は、後醍醐天皇の身を案じてのものであり、鎌倉幕府滅亡後、兼務の申請が始まると、内大臣に昇進し、信孝の曽祖父で、右大臣を務めた藤原の定方以来、約400年ぶりに、この家系から大臣が出ました。高い実務能力を持って、院の近親として時代を動かしてきた信孝の一族でしたが、彼ら実務官僚は、どんなに出世しても大納言が限界であり、道長の子孫に代表される、代々大臣を輩出する上級貴族とは明確な身分差がありました。
兼務の申請というイレギュラーはあったにせよ、定房の大臣就任は身分の差を超えた異例中の異例の出来事であり、摂関というさらに上の世界はあるものの、この瞬間、信孝の子孫は道長の子孫と同じステージに上がったことになります。院政や道長の摂関政治よりさらに前の天皇新政の時代を目指す後醍醐天皇は、道長の子孫である関白高塚佐冬憲を解任する一方、吉田定房や真出皇子信房を政権の中心機関である恩賞方や雑訴決断所のトップの一人とするなど、新政の柱としていきます。しかし、武士たちの不満はたまる一方で、足利尊氏の離反によって兼務政権は倒れ、後醍醐天皇は吉野へ逃亡し、南北朝時代が幕を開けます。この時、真出皇子信房は南朝には合流せず、吉田定房は後醍醐天皇を追って吉野に向かうも、直後に亡くなるなど、兼務政権の重鎮だった信孝の子孫二人は、南北朝時代の始まりと共に姿を消しました。しかし、定房の子、宗房は、南朝で右大臣まで上り、三代将軍、足利義満の時代の南北朝のご挨拶の際には、南朝方の代表の一人として講和交渉に臨み、南朝の歴史に幕を下ろす役割を担いました。一方、吉田家では、定房の弟、高長が北朝に残っており、高長の子、藤長が、南朝の定房の系譜への対抗意識もあり、かつて信孝の父の為助が建立した寺院、甘露寺を家名として名乗りました。藤長の子、兼長も、北朝で権大納言まで上り、大臣にはなれなかったものの、以前と同じ大納言並みの地位を確保し、この甘露寺家が、信孝の加重寺流の嫡流筋となっていきます。兼長は、将軍の足利義満にも仕えており、鎌倉時代以上に貴族と武家の関わりが増していく中、信孝の子孫も武家と深くつながっていくことになります。今川家を女大名として仕切り、天皇の外戚の地位も得る。戦国時代以降の信孝の子孫。甘露寺家は、兼長の長男、清長が継ぎますが、1414年に33歳の若さで亡くなり、まだ若い息子、忠長に代わって、弟の房長が一度家督を継いだ後、忠長へと家督が継承されています。しかし、この忠長は、万人恐怖と称された六代将軍、足利義教の怒りを買い、屋敷、所領を没収され、房長の子、鹿長に家督を譲るよう強要されるなど、多くの貴族と同様、室町幕府の支配下にありました。鹿長の時代は、応仁の乱が起き、室町幕府の権威が失墜し、戦国時代に突入する時代の転換期にあたり、その中で鹿長は、朝廷の中心人物として活躍するとともに、日記、鹿長狂気をもって、時代の変化を現代にまで伝えています。鹿長は、29歳の若さで権中納言に昇進し、後土帝天皇から厚い信頼を寄せられましたが、戦乱の時代において、朝廷の儀礼も滞る中で昇進しても無意味であるとして、昇進を拒否するどころか、権中納言の職さえ辞任していました。子孫のために、晩年には権大納言に一時就任するものの、鹿長は、戦乱のせいで儀礼が滞り、職に見合った働きができないことに抗議する形で、職を辞任しながらも朝廷の中枢で活躍するという、貴族の意地を見せています。この鹿長の娘婿の一人に中野帝信胤がおり、信胤の娘が今川義元の母、寿桂尼にあたります。信胤の嫡男、信秀と寿桂尼には年齢差があるため、甘露寺鹿長と寿桂尼には血のつながりはないと見られますが、中野帝家自体、鎌倉時代に吉田家から分家した家であり、寿桂尼はいずれにせよ、信孝の男系の子孫です。この寿桂尼が、駿河の戦国大名、今川氏親に嫁ぐきっかけになったのが、氏親の母で、北条早雲の姉にあたる北川殿の存在です。室町幕府において、早雲、北川殿の父である伊勢盛貞が、今川氏の取り次ぎ役を務めていたため、北川殿は今川義忠に嫁いだと見られており、長女が公家の三条実持ちの妻になっていることからも、北川殿は京都とのつながりを重視していたと考えられます。息子の氏親の正室も、近隣の大名ではなく公家から選ぶこととなり、長女の夫、三条実持ちの公家人脈の中から、中野帝信胤の娘、寿桂尼に白羽の矢が立ち、信孝の血筋は今川氏に至ることとなりました。
受刑には、氏親の嫡男、今川氏輝や、北条氏康の正妻で、氏政の母となる瑞慶院などを生んでおり、寿桂尼を通じて、信孝の血は東国の戦国大名の間にも広まっていきます。寿桂尼は、うつ病に近い状態だったとされる夫の氏親を補佐し、政務にも主体的に関わっており、今川氏の分国法、今川金目録も、寿桂尼が編纂を主導したという説もあるほどです。氏親死後は、幼い氏輝の後見として、本格的に当主代行を務めるようになり、家老、朝比奈康義の妻にも、自身の兄の娘を迎えさせるなど、まさに、信孝の子孫である寿桂尼が、女大名として今川氏を動かしていました。もっとも、氏輝の弟、今川義元については、系図上は確かに寿桂尼の異なっていますが、実際は妾の子だった可能性が高く、それゆえ、寿桂尼が二人目の男子、彦五郎を産んだ後に、一時出家させられていたのだと考えられます。それでも、今川氏の家長として、義元時代、さらには義元が桶狭間の戦いで戦死した後も存在感を保ち、駿河侵攻を起とする武田信玄も、侵攻直前の1568年4月に亡くなる寿桂尼の動向を注視していました。甘露寺家や中野帝家が武家と関わりを深めていた一方、甘露寺家にとっては中野帝家と同様に分家した主流である加重寺家は、一族の象徴である加重寺を加盟とし、南北朝時代の当主、加重寺常房が内大臣に任じられたのをはじめ、たびたび大臣を輩出するまでになっていました。準大臣を務めた加重寺憲秀の娘は、五柏原天皇との間に五奈良天皇を産んでおり、戦国時代になり、信孝の血筋は、ついに正式に天皇家に入ることとなります。五奈良天皇は、加重寺家から養子に入った真出皇子片房の娘、英氏との間に扇町天皇を設け、扇町天皇も、真出皇子家から片房の孫にあたる房子を迎え、現在の天皇家の直系先祖である御用勢天皇の父にあたる、実仁親王を設けています。即位の費用すら戦国大名の援助で賄われるほど、朝廷の権威が失墜していた時期ではあるものの、信孝の直系子孫は、五奈良天皇から御用勢天皇まで、三代続けて天皇の国母となりました。天皇家とここまでの外戚関係を築けたのは、道長一族以外では、道長時代に内大臣などを務めた藤原の近末に始まる官員流くらいであり、信孝の子孫は、信孝が足元にも及ばなかったこの二人の子孫を、一時とはいえ上回る高級政策を展開するまでになりました。多くの家に分かれた加重寺流は、明治時代に至り、家族例で、道長の子孫を中心とした摂家が公爵、近末の官員流が中心となった清賀家が公爵に分類される中、その下の名家の家柄として、大きく7家が伯爵に列しました。嫡流筋の甘露寺家には、戦国時代以降、養子がたびたび入っており、近代以降の甘露寺家の当主は信孝の男系の子孫ではありませんが、現代まで加盟は続いています。甘露寺といえば、最近では鬼滅の刃の登場人物である、恋柱、甘露寺光の方が有名かもしれません。これについて、大正、昭和期の甘露寺家当主、幼長の弟、正房のひ孫にあたり、野球の独立リーグの選手として活躍している正房氏が、2021年の朝日新聞の記事で、自分もびっくりするくらい食べるし、和菓子が好きと言及しています。信孝は、日本の歴史どころか、子孫の名字を持って、現代日本のポップカルチャーにも影響を与えていると言っていいでしょう。最後までご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。他にもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。